早ぽくん、ちょうど起きたな。今から病院行っといで。今日何の検診だったっけ？産後1ヶ月検診。何？産後1ヶ月検診。ああ、お腹とか調子見んとかんでな。ああ。で、ちょうどあれだね。今からミルクだね。10時ってことはまあ12時超えるか手前で帰ってくるからだね。あ、買い物行くもんでまだかかるわね。うん、かかると思う。多分助産師さんとの話もあるもんで。あ、いいよ、分かった。まあいいや、あと俺やっとくわ。うん、じゃあよろしくね。はいはい。ポッくんはこっち、ママは。いいいいいい、あと見とくか、あと見とくから。ちょっと待っとってね、僕に。タイミングめちゃめちゃ悪いんだけど。しょうがないね、今日外も天気悪くて行っていれないし。おぎゃおぎゃの日だぞ今日。ごめんね。ああ。ぽくんごめんよ。今からチュッパちゃんミルクあげるからね。ちょっとまとって。できんから抱っこ待っとって。待ってチュッポちゃん、ちょ待って待って待って、これやばいな。チュッポちゃんミルクあげてからちょっと待っとってよ。おむつ替えと、じゃあおむつ替えね。まずはおむつ替えね。あ、女の子はあれか、下の方が濡れてくるんだもんな、いつも男と違って。よ、入っちゃったね。はい。そうか。お腹空いとるか？空いてますか？うん、あ、空いとるね。よしよし、急に止まるな。びっくりした。すごい元気いいな今日は。よし、できたぞ。はい、貸して。よし、ありがとう、助かるわ。ほいほい、手握ってとったの。手握っときゃ安心できるぞ。そう。ミルク飲んどるね。まとってな。まごくごく飲んだでしょ。僕もそうやって飲むんだぞ。水分補給はあれだな、大事だからな。そう。ギュッていい。雨で外行けてない。雨がだんだん。行きたいでしょ。雨が降ったもんな。ここ。うん？じゃあこっちはこうやっとけ。
とってって言ったね。父さんと約束したよね。待っとってって。待つね。ご飯食べてるからね。ご飯食べてる時に父ちゃん邪魔していい？嫌でしょ？あ？でしょ？僕も飲ませてってか、はい。じゃあ飲ませて。違うのか。じゃあこう。今飲ませてるでしょ。今飲ませてるでしょ。まあ、取ってよ。はい、終わり。80飲みました。じゃあ、はい、ごめん。ありがとう。ありがとう。助かる。うん。あ、ちょいちょいで。だいぶ強くなってきたな。あ、ね、え、おちょいで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 、いいよ、そこで、そこでいいよ。よし、じゃあちょっと待っとって。今日雨だからな。取ります。ブー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 、はい、ブーブーブー、はい、これはブーブー、そうそう、ブー、車ね、父ちゃん車って教えたのにブーブーって覚えたね。自然にブーブーって覚えるもんだな。置いていいよ。はい、行くよ。ブーブー取ります。ブーブー、はい、はい、どうぞ。はい、ブーブー出発します。はい、ここから、ここここやって、置いて、ブーブー置いて、そう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 、これじゃ進めません。おー、よしよしよし、そう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 、出発進行。じゃあどっちが欲しい？シャッフルで、はい。じゃあそっちね。父ちゃんイチゴ。あ、こっちかな。よし。じゃあイチゴチョコな。はい。じゃあ父ちゃんイチゴね。なんでここにチョコレートを口紅つけるの？ここ。なんでいつもここにチョコレートがつくの？うんてかもしれないね。ここ飲んだ後はね、ムズムズするもんで、うんうんって言うんだ。そうそうそう。はい。じゃあ、今日はね、雨。雨だからね。雨見えた通しとか、窓際でずっと T 線がくるかこうやってにあったけど、朝まで。T 線が来たらさ、ゲームオーバー。お母さんがこうやって。もう雨。よしよしよし、はいはいはい、はい、お馬さんパカパカでしょ。お馬さんパカパカ、ポコ違うぞ、座らんでかな、ポコ、そうそう、お馬を置けるぞ。お馬さんパカパカ、こうだぞ。あと、社長見え、どうですか。出発の様子はどうですか、社長。見えません。出発はどうですか。出発はどうですか。泣いてますか。
はい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 喜んでますね。もうすぐママ帰ってくるな。よし、じゃあちょっとおむつ替えしてカレー作ってあげるわな。鼻くその塊なんだもんね。でっかい塊。まだまだ動くな。鼻くちょ。はい。はい、よいしょ。温めてチンで。何食べるの？この人。汚いよ。とにかくぶっ込めば、よし。カレーはな。小学校入ったら、ちゃんとファイヤーになったんだね。破れちゃってる。あらら。生卵をな、ガーって入れるだろ。ソースをガーってかけるんだわ。これオッケー。カレー食べるよ。いただきます。山の学習に行ったらね、カレーができました。ご飯だご飯ださあ食べて歌い終わって、あといただきますぞ、みんなで。でもそうするとな、ぬるくなるからな。ご飯でいただきますって食えばいいだろ。歌っとる暇からね。なまた、カレー食べるの早いよな。でもこの中ちょっと落ちてるでしょ。これ食べんてかな。これ父ちゃんまだ全然食べてない。食べたっていいよ父ちゃん。その間片付けするで。もうないよ。もうあと一口ある。はい、もう食器洗ってよ父ちゃん。めちゃめちゃじゃない。そのまま動いちゃうぞ。お父ちゃんもな、子育てはな、二人目からな、ちょっと違うように変わるからな。よし。昼寝するときいつも醤油臭いんだよな。母ちゃん帰ってきたね、今ね。ガチャ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 、ガチャ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 、よしよし、はい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 、ただいまは、ただいまはじゃなくておかえりいいわ。ただいま。どうだった今日は、体覚えてどうだった？うん、普通だよ。本当？もう今日からお風呂入っていい。チュッパちゃん覚えて、あれからすぐミルク80飲んで、もうずっとぐっすり寝とる。今もちょっとぐずったけどね。ああ今も寝とる。でポッコ今カレー食ったで。あ、はい、はい、あ、2人ミルクあげるときはギャンギャンだったな。まあ、まあいいけど。まあそれは私は毎日やっとるけどね。ちなみに今踏ん張っとったで。誰が？あ、ポッコ犯人。うんちした、うんちしとるで。ちょうど帰ようかなと思ったら今、うん、今ちょうど帰ようかなと思ったら帰ってきたもんね。うーんってやっとったもんねさ。朝でかったもんね。ほんと、うん、はい、じゃあお疲れ。うん、ありがとう。はい。